今週の輝きさん。今週の輝きさんは、もったいないの考え方で人と人をつなぐ活動をしている浅葉めぐみさん。そしてリポーターは、おはようございます、大久保智之です。僕は今神戸市の東灘区に来ています。今日の輝きさんはフードバンク関西の代表理事をしています浅葉さんという方なんですが、フードバンクって何なんですかね。大久保さんが訪ねたのは認定 NPO 法人フードバンク関西。失礼します。うわ、いっぱい段ボールありますね。すいません、作業中失礼します。浅葉さんっていらっしゃいますか。浅葉は、あ、こっちだ、はい、あ、浅葉さん、あ、すいません、今日よろしくお願いします。すごい量の段ボールがあるんですけど、はい、これは何が入ってる段ボールなんですか。みんな食品が入ってます。食品が、はい、どのような食品が。流通の過程で商品扱いができなくなって、もう売れなくなったっていう形で、じゃあフードバンクさん活用してくださいということでこっちに来てます。売ることができなくなってしまったっていうものなんですか。はい、フードバンクとは、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品などを引き取り、支援を必要とするところに無償で提供する活動のことなんです。朝9時、食品を引き取りに行くというスタッフに同行させていただきました。やってきたのは伊丹市にあるスーパーです。あ、どうも、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、はい、これのいただきます。今日は2箱ということですか。はい、これはお菓子、はい、お菓子です。あ、ね、これいっぱい中身は、そうですね、種類はいろいろあるんですね。そうですね、いろいろいただけるんですよ。たまにはね、お米とかも入ってたり、非常に助かってるんです。こっちがお菓子、こっちがもうお野菜。これはなかなかね、いいお野菜。スタッフが受け取ったのは、賞味期限に関する社内規定を超えてしまい処分しなければならない商品なんだそうです。いろいろ提供されてますけれども、どんなお気持ちで支援されてるんですか。そうですね、社会の、まあ、皆様に、まあ、お役に立てればというような思いで、まあ、それだけだと思います。一時的なこうたくさんあるからちょっとお渡しするということではなくて、継続してお付き合いができればなというふうに考えています。やっぱ助かりますね。そうですね、はい。フードバンク関西の代表を務める浅葉さんがこの活動を始めたのは今から17年前。教師を退職してからフードバンクの取り組みを知り活動に参加しました。ものすごい量のパンがわーってあって、でそれはフードバンクが引き取らなかったら本当にパッカー車が来てガーって捨ててくるんですよ。もうお店の人もわーってこうゴミ箱をどんどん入れてっての見てたので、だから本当にもったいない、うん、それらを何とかしたいと活動を始めましたが、最初は相当な苦労があったそうです。200社ぐらいにもう手作りのワードで作ったパンフレット作って、スーパーも商社もメーカーも全部含めて送って、うん、で待てど暮らせど返事なくて、うん、しかしそうした地道な活動を続けることで、今では84もの企業や団体から支援を受けるまでに成長しました。午前11時、事務所に1台の車が到着。次々と段ボールが運び出されていきますが、箱の中身は。今いただいたのは何なんですか。これはですね、鶏の加工品です。こういうものですね。うわ、冷凍食品です。鶏肉の加工品を提供してくれたのは稲美町の養鶏農業協同組合です。一体どのような思いでこの活動に参加しているのでしょうか。たくさん作ってて、我々その、必ずきっちりの数量を作れないんで、うん、余分にできるわけですよ。商品を生産する限り、うん、まあ、そういったものが出てきますので、まあ、有効活動していただけたらなというふうに思っております。
フードバンク関西に集まった全ての食品はまず一つ一つ手作業で検品を行います。そして麺類、飲み物といった食品の種類ごとに仕分けします。賞味期限を調べて、うん、それからその袋の破れとか、うん、食べて何かお腹壊すようなそういうようなこう傷んだものがないかどうかっていうのをチェックするのが一番検品の大事な部分なんですけどね。こちらにはおよそ80人のスタッフが在籍していて、そのうちの10人ほどが入れ替わりで毎日の運営に当たっています。たくさんの方のスタッフさんがいらっしゃるんですけど、はい、これお給料お支払いするのも結構大変なことじゃないですか？もらってらっしゃいます。少ないってことですか？いやいやいや、お給料少ない、ボランティア、皆さんボランティアの方なんですか？私もボランティアです。浅間さんもボランティア？そうです。フードバンク関西の活動はボランティアの皆さんの力によって支えられているんです。午後2時、食品を引き取りに来たのは神戸市にある子ども食堂のスタッフ。こちらの子ども食堂では地域の子どもとご家族の居場所となるようなあったかい食堂を目指し、栄養たっぷりの食事を提供しているんです。ここで今、肉まん、もう肉まんでいっぱいですよ。今日は肉まんだけですか？いや、まだあれ。この日の内容は冷凍の肉まん、ハム、魚のほか、トマトや大根といった野菜など食べ盛りの子どもたちにぴったりなものばかり。不揃いやから売れなかったりとかしてるだけなことなんでしょうね。味は絶対美味しいね。もう絶品ですね。フードバンク関西ではこのように提供する相手に合わせて食品を仕分けしていて、子ども食堂をはじめ124の施設や団体に提供しています。なんでこんなにこう頑張れるんですか？子どもたちの状況であるとか、から困窮者の状況であるとか、日本の母子世帯 その今の困ってる状態はとか、そういうのいやおなく目に入ってくるじゃないですか。そしたら、あ、やっぱりなんか動かなあかんやんって、そういうことかもしれないですけどね。行動力と熱意にあふれる浅場さん、スタッフの皆さんにその印象をお聞きしました。設立の時から関与されて、ね、ずっとやってこられた、もう素晴らしい方です。いや本当によくね、気ぃ使われるしね、優しい方です。優しい方こうおっしゃってますけど、どうですか言われて。いえいえ、皆さんのお力があって動いてるんで、はい、感謝感謝です。なんかいい仲間っていう感じがしますね。そうですね、とってもいい笑顔の皆さんですが、この一体感はどこから生まれてくるのでしょうか？食べ物は捨てるなんていうことはとってももったいない、考えられないことだから、それをこう救い出してですよ、救い出して、でこう差し上げて、で喜んでいただくっていうのはやっぱり私たちにとってもすごく嬉しいことなので、はい、それがみんな共通のモチベーションだと思います。はい、もうじゃあこう検品とか箱詰めされてる時からもう喜んでる顔を思い浮かべながら皆さん作業されてるってことなんですか？そうですね、はい、はあ、最後にフードバンク関西の今後についてお聞きしました。世の中に必要だなと思って皆さんが寄付してくださるわけで、困ってる人がいなくなってもフードバンクはいらないわけですよ。ああ、なるほど。だから逆に言ったらフードバンクがいらない社会が理想的なんですよ。はあね、だけどそうは言ったってそうはいかないじゃないですか。まあじゃあやりますかそういうところですね。もったいないの考え方で人と人とをつなぐ浅場さんの活動からたくさんの笑顔が生まれているんですね。いやー、こんな大変な活動ボランティアでしかも楽しみながらしているというところに感動しました。捨てられるはずの食べ物を生かして支援する側とされる側をつないでいる浅場さん、確かに輝いていました。